勝利のキスは写真家アルフレッド・アイゼンスタッドによる1945年の写真作品。1945年8月14日、第二次世界大戦の数軸国陣営で最後まで残っていた主要交戦国である日本のポツダム宣言受諾がアメリカ合衆国民に伝えられ、人々がニューヨークタイムズスクエアで集結に沸く中撮影された。 1995年8月23日、勝利のキスに署名をするアイゼンスタッド彼は、この約8時間後に亡くなった。2週間後、ライフ1945年8月27日号の、市上で、全面掲載され広く、大衆に知られることになり、後に、20世紀のアメリカを語る一枚とも呼ばれる。キスをしている男女の身元は、当初明らかになっておらず、 1980年にライフ氏が特定を試みたものの多数の人が被写体だと名乗りを上げた。専門家による写真分析、法医学人類学者や顔認識の結果、米海軍協会出版局が2012年に出版した書籍、ザキッシングセラー、ザミステリービハインドザフォトザットエンディドワールドオー2で、男性は元アメリカ海軍のジョージ・メンドンサ、女性は 死化助手のグレタ・フリードマンだと特定された。なお彼らは当時面識はなく、たまたまで会った二人が喜びのあまりキスをしたもの。また2012年にテレビ番組の企画で再会を果たしている。フリードマンは2016年9月7日に92歳で、メンドンサは2019年2月17日に95歳で死去している。ビクター・ヨルゲンセン。 キッシングザオーグッバイ、勝利のキスと同じ場面をアメリカ海軍報道班員であるビクター・アイオルゲンセンが撮影したキッシングザオーグッバイと題する写真も存在する。こちらはアメリカ合衆国政府の著作物であるタメパブリックドメインとなっており、1945年8月15日のニューヨークタイムズにはこちらが掲載された。第二次世界大戦。 およびその終戦の祝福を象徴する、勝利のキスは、数々のアーティストに影響を与え、多くのパロディ作品を生み出している。ありがとうございます。